ケイランド K 君がビッグヒットジャパンからデビューが決まったわけで追加メンバーのオーディションがあるわけですよで他にもオーディションがたくさんあるんですがケイのメンバーのオーディションを中心にして2021年のオーディションと今流行っている感染症に関する話を考察していきたいと思います。 文化系トークグランパンパスです、はい、あのまあなかなかね話題にしづらいというのもあって SNS とかでは話題にならないわけですし私も感染症に関して全く何の知識もない人間ですけれども結局のところ、まあ、みんな心配はしていると思うんですよまあ何の話かと言いますと2021年オーディションがすごく多いですまあ冒頭でも言いましたビッグヒットジャパンの追加メンバーオーディション それから日本では、まあ、でっかいものといえば、日ププ2がありますね、予定として。で、中国では、中国版プドゥみたいなやつがあると。それの、今回 3, 3回目なんですかね。とにかく、あの、あるんですよね。それに、他にもいろいろと、あ、ガールズプラネット、39でいいのかな。あの、あります。いや、多いなと。全部追っていくのは、まあ、無理だなと思ってますよ。まあ、優先していくのは、私の場合は、 もちろん、K 君のオーディション、K 君のオーディションというか、K 君のグループの追加のオーディションと、まあ、ニジプ2ですね。で、余裕があれば、ガールズプラネットとか、他のものも見ようかなと思ってます。中国のやつは見方がよくわかりません。まあ、なんか、今、ググれば出てくるんでしょうけども。で、まあ、やっぱね、心配事がありますね。感染症です。まあ、あえて名前出しませんが、感染症ですね。 去年からずっと、本当ずっとこの調子ですよ。うん、まあもう本当に未知のウイルスだったわけで、ある程度分かってきた方がい,い仕方がない部分もあると。で、こんだけのオーディションをやるわけだけど、いや感染症マジで大丈夫なのっていうことですよ。で、これは私の勝手な予測でございますね。あの、何の専門知識もありませんし。あのー、まあ、まず感染症自体は、 そのうち収まっていくとはいえそれが今年中に本当に収まるかどうかは分からないと収まるっていうのは収束っていう日本語ありますけど完全になくなるっていうんじゃなくてもう下火になるぐらいの感じにするしかないとでそこでワクチンと薬で対応してインフルエンザぐらいにしていくしかないともう共存していくしかなくなっちゃってますんでねでも重症患者が出ないぐらいになんとか抑え込むことができればまあそれでも仕方がないということになるのかもしれないで やっぱ、ね、心配してるのはあの去年、ね、アイランドでもねあのアイランドの清掃業者の人に感染者がいたので一時あのアイランドの建物を全部消毒をして収録も多分あの一旦中断をしたような感じのニュースが去年出ましたね。でもあのアイランド自体は普通に行われていたので、まあ、収録分とかで賄ってどうにかなったんだと思うんですが。 まあ練習生たちねあの感染者も出なくてよかったなと思うわけですで今年に関してですよ、まあ、去年そういう状態でニジプロもそうでしたがニジプロもアイランドも感染症が猛威を振るっていて今よりもさらにあのウイルスのことが分かっていない状態の時にやってたわけですでワクチンとか薬ができるっていうのも 全然、あのまだ何もない状態でやってました。で、ビッグヒットとしてはアイランドそこを乗り切ってこれたからまあその時に比べてある程度感染症のことも分かってきたので今の状態であればなんとかあの影響なくあの影響を少なくあのいけるんじゃないかということで K 君の。 えー、オーディションというかね、ケイ君のグループの、うん、5人衆というかね、ビ i ヒ i j a p a n b o というべきかな、ビ i ヒ i j a p a n b o 5人衆、スケマルさんたちのではね、5人衆と言うそうですが、b <laughs> i、うんまあ、ビ i j a p a n b o y s にしておきます、ね、一応ね。b i h ヒ j a p a n b o y の追加メンバーのオーディション。まあ、なんとかこのまま、感染症がうーんあんまり爆発的にならなくて、で、 まあワクチンとかもなんか普及していく感じになっていけばなんとかなるかなということで言ってるんだろうとで2月から6月までの韓国合宿最大6月までっていうふうに言ってるのもまあその辺も見越しているんだろうなっていう気はします結局あと何ヶ月かぐらいでどんなふうにあのなるかわからないということもありただ 現状でそういうふうにあの今年の初頭にもうリッヒーがそういうふうに出したのでまあそれでいけるっていうふうに踏んだんでしょうねうん日プ通とかに関してはまあわかりませんがただとりあえずあの集まるっていうのがそうあんまり多くなければなんとかなるんじゃないかとだからオンラインでね動画を送ったりして審査をしていくわけで 韓国合宿が、まあ、2月からって、まあ、2月からといってもねもう案外もう時間ないんですよねうんあとだって3週間ぐらいで2月でしょうんそこから伸びていってまあ2月から始めるんですかねだからそこから最大6月それはだから感染症の、えー、っと状況とかも見ながらっていう意味合いなのかそれとも単純にそういう合宿の中で練習生のスキルが 鍛えられ分かりませんが、まあ、今年のいろんなオーディションがあるのも感染症とかのことをずいぶん気にしてやっていくしかないとただオーディションをここで多めにやっているというのも、まあ、ある意味今は大っぴらに動くことができないのであらゆるところでどっちかというともうガンガン前に出てくくよりは。 まあ、あの自分たちの、まあ、兵力、まあ、兵力という言い方もあれですけど戦力を増強させるるっっっててていいううここととにみんんんなななやだですよ、ね、まあ,あの大勢での会食っていうのがまずいっていうふうにはなってるのであのアイランドであったようなみんなにピザを食べるようなああいうシーンというのはもしかしたら今年のオーディションではあんまり見れないのかもしれませんけれどもね。 アイランドのピザ食べてるシーンとかね、あの見ながらちょっと心配だったんですよ。あのおじさんなんで。手づかみでみんな食べてるけれども、あ、それ大丈夫なのかなっていうふうにみんな大声で近くで喋ってるけどとかそういうこと心配してました。まあ結果的にみんなね、若かったというのもあったのと、まあアイランド時代隔離された場所にありましたからね。うん。あれも、だからもともとああいう構想だったんでしょうけど、まあよく考えられましたね、あれね。うん。 そうまあ、だからまあ考察として感染症の影響が、まあ、K 君たちのビッヒジャパンボーイズのオーディションをはじめとしてニチップとかにないのかどうかっていう話で、まあ、あの一応ねうんちょっとまあデータ的に中国とかはんって思ってるところは本当あるけど一応データ的に欧米ほどの、えー、とパンデミックというか欧米ほどの数は今のところこの動画撮ってるこの段階では今のところ出ていないので。 まあここで本当に感染症対策をちゃんとやってでもし手に入ったらワクチンも練習生たちあのデビューするかもしれない練習生たちにはワクチンも打つようにしてでまあそういう感じで完全に対応していくっていうことになるんだろうなと安全に対応していくっていうことになるんだろうなとは思ってますただここよりも今よりもちょっと感染症が強くなっちゃったらあの予定通りにいくかどうかは分からないと。 いやだって恐ろしい話ですけど、もうね、あの去年ね、JO1 とかね、エンハイプンとかデビューしたわけですけど、結局人前でのみんながいる状態のライブってやってないんですよね。あの、デビューしたんだけど。だから実際のところは、そのもしかしたら、まあ日部2とかね、まあ、K 君たちが人前であの、ライブをするっていう段階と、去年デビューをしているエンハイプンとかが 人前でライブをするっていうタイミングがあんまり変わらないぐらいもしかしたら同じぐらいになっちゃうかもしれないなんていうのがあってちょっと恐ろしいなって思っていますできればやっぱり、まあ、私はオルビットが見たいですけどやっぱりライブ見たいっすもんね まあ本当に、ね、あのワクチンができるというか、まあ、信用できる形のワクチンができるのを待つ,待つべきだしあと私たちとしてはふだんの貿易対策というか防疫対,策あの感染症対策、感染症対策貿易をしっかりとやって自分があのうつらない、うつさないという、ね、形のことを徹底していくとそういうふうにしたいと思っています。 あのやっぱりオーディションを見たいですからねあの日部通もそうだしケイ君のやつも見たいですからだからその分私たちも自分の身を正して感染症対策をきっちりやっていきたいなというふうに、まあ、私は思ってるんですね皆さんはいかがでしょうかというわけで結論としてもともとあの 2021年はまあ体力、戦力をあのこの感染症の状態なのであんまり出れないのでまあ、戦力を増強するために各事務所が動いているんだろうなっていうことが1つそれから一応日本と韓国に関しては欧米ほどの感染者数はまだ出ていないので今の状態であれば本当に気をつけてやっていけばオーディションは日あの普通通り開催できるであろうということがこれが2つ目。 でもなんか本当にもしやばいぐらいにあの感染症が流行しちゃった場合は勇気を持って延期をするっていうことを決めるっていうのもあのそれもあの判断としてはありなのかなっていうこれがまあ3つ目になりますかね、はい。だからそのためにそういうあのすごい流行にならないように一人一人は気をつけなきゃいけないというところがあるので私たちは普段のうがい手洗いは特に手洗いですね手洗いをしてマスクもすると。 であと私がこれは聞いた話はやっぱり目と鼻と口を触らないっていう形ですかね私もあの鼻を触ったりする癖あったんですけどもあの去年からもうなくそれ直しましたって感じでやってます、はいまあ、とにかくオーディション楽しいオーディションも見たいしケイくんたちの晴れ姿も見たいので、まあ、自分がキャリアとかになんないように感染症の気をつけながらやっていきたいと思います、はい はい、ではえよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。